いける。いや絶対いける。行こう。すべてを終わらせに行きます。絶ポケモンセンター禁止マラソン関東編最終バトル行きます。これマジメガホーン最後当たるかどうかみたいなとこもあるかもな。金マスダよう、ケイト、ケイトも来たか。はっはっ、嬉しいぜ。ライバルのお前が弱いと張り合いないからな。俺は図鑑集めながら完璧なポケモンを探した。いろんなタイプのポケモンに勝ちまくるようなコンビネーションを探した。そしてヒマ、俺はポケモンリーグの頂点にいる。ケイト、この意味がわかるか。わかった、教えてやる。この俺様が世界で一番強いってことなんだよ。対戦よろしくお願いします。どうなるこれ。圧倒的なレベルの差だな。よし、バカバカめバカめバカめ。フェザーダンスが入った。オッケー。俺の桜井のが強いんだよ。さすがに落ちない。よし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 、オッケー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 。いけるいけるいける。これあるか。正直こんなにうまくマジいったのか。これ活躍するとか言いながら、まあ、最悪捨てることになってもしゃあないかなとか思ったけど、いけたな。まあ1回はできるかなと思ったけど、あ、全然いけた。想像以上に楽にいけた。レベル差あってもいけるもんだな。ダンス対決には制したな。これで A は6段階下がった。え、これさ、もうバリアンで積んでおしまいじゃね。え、もう6段階下がったらニノも絶対耐えるもんな。宿り着して瞑想しておしまいじゃない。このゲーム絶対落ちないでしょ。ああ、え、勝ったっぽい。宿り着当たれば。やめてそれ、やめろ、当てろニノ。お前が伊藤彩子を。ああ、もう一回は行ってもいいか。よし、行け、ニノ当てよ。ニノマジで、これマジな話、マジな話。ボコ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 。あと2回しかねえんだけど。誰も死なせたくなかったんだけどな。桜井死んでくれた方が楽やな、こうなってくると。桜井死んでほしくねえな。もう1回チャレンジしてみるか。よし、いける。ニノ、ここ 90%、 ここは 90%。 はい、ニノ、よし、よしよしよし、伊藤彩子に種付け成功。 MJ 一回経由しようかな。これもうさ、俺瞑想6積みしておしまいじゃない、このゲーム。受け出しの急所、バリアードにしなくてよかった。まあ痛いけど、痛いけどバリアンが死ななくてよかった。砂かけない、そもそもされてもされなくてもどっちでもいい。電撃は必中なんで全く関係ない。しかも多分されないと思う、 AI 上。え、もう積むわ。砂掛けはされてもいいんですよ、どうせ電撃化しか打たないから。 OK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 。 You are my soul, soul。 そんなダンスで嵐名乗んな。こっちはジャニーズの嵐、そしてプラスワンゲストバリアードだぞ。なめんなよお前。踊れ踊れ、踊り狂え。お前は急所以外は。よし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 、いや、いけるだろこれマジ。バリアン救え、お前がもう全部やっちまえ。ガメるぞ、ここはガメるぞ。ガメっていい場面。急所がちょっと怖い。よしよしよし、いや、ねえよねえよ、急所でそうそう起きねえんだよ。ここ相手回復薬か、まだか。そろそろ殴ってもいいかな。ギャラドスを倒せるパワーになってればもういいんだよな、ぶっちゃけ。怖い、よし、
ここは相手回復だからもう一回まあ絶対瞑想できる。ここ確定。オッケー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 楽しいな金マスだポケモンって。これ 5? あと1回でしょ。いや殴っても正直いけそう。さすがにもうギャラ落ちるもんな、瞑想積んでるから。だから大丈夫だ、最近打つ。ただ次誰出るかが分かんないんだよな正直。これでフーディンとか、でもフーディンにも勝てるだろ。誰が来る、リザードンとか来るのかな。まあ、早めに来てくれた方がありがたいかもな。ギャラバカじゃんこいつ。一番嬉しいギャラドスは。大丈夫だ、ギャラドスはもうこれで突破した。ギャラが一番来てほしかったわ。よしこいつ何もな、何事もなく終わった。怖い存在の。いけるよね、よしよしよし。え、なんで先、あれかな、噛みつくがあるからとかかな、悪技に反応して出てきたのかな。めっちゃありがたいんだけど、変にバリアードが事故った後にギャラドスとかのがよっぽどきつかったわ。で、あーまあまあまあ、リザードーンもやはり来るか。ゴズミのバリアンどうだ、届け届け、よーし次期勝走、次期勝走。最近ね、さすがにこれは落ちないな、いくらなんでも。どっちが最強のエスパーか決めようぜ。バカめ、なめんなよバリアードそれが初代エスパー最強のフーディンさんか。情けねえなあフーディンさんよ。おいおい、エスパーで一番強いって聞いてましたけどね。所詮年取れば一流選手も二流さ。決まったな、これ絶対勝ったわ。負けようがねえだろこっから。サイドン、いや関係ねえ関係ねえ。マジか、あ、ないのか。突っ込め突っ込め、バリアン、いける、ジョートが見えた、いける、若葉タウンが見えた。マサラタウンにさよならバイバイしようぜ。強くなりすぎてしまったようだな。ナッシー、終わりにしようぜ全てを。さらばだ、さすがにでも落ちないか。大丈夫、落ちてない。え、バーミヤンバーミヤン。ということで絶ポケモンセンター禁止マラソン関東編、これにておしまいです。ガーツ薬物中毒。改めまして絶ポケモンセンター禁止マラソン関東編、これにてしまいです。ガーツバリアンありがとう。あーよかった。綺麗にレベル60で決めたぜ。チャンピオンの金マスダとの勝負に勝った。バカな、本当に終わったのか。全力をかけたのに負けた。せっかくポケモンリーグの頂点に立ったのによ。もう俺様の天下は終わりかよ。そりゃないぜ。よし、俺の育て方間違ってなんかいないはずなのに、お前はバリアードを使わずにフーディンを使った。そこの差だよ。しょうがないぜ、お前がポケモンリーグ新チャンピオンだ。認めたくねえけど。よし